お久しぶりです、高崎さん。お久しぶりです。お久しぶり。お元気ですか？なんかね、やってるよ。いや、何ヶ月ぶりですか、この撮影。何ヶ月、2ヶ月ぐらいやってないんちゃう？この2ヶ月間、なんかありました？いや、なんもない。まあ、元気にベトナムで生活してるよ。動画も上がってこないし。まあ、ちょっと撮影しづらかったっていうのもあるけどね。なんかあったんですか？まあ、ヤフーかなんか調べりゃ出てくるんちゃう。今日の企画は、動画を上げれなかった2ヶ月ぐらいのうちに、高崎ひろゆきひろチャンネルのツイッターができてたんですけど、知ってました？うん。田村が頑張ってやってくれてる、ツイッター解説した中の人が、今回持ち込んできた企画をちょっとやりたいと思います。題して、高崎ひろゆきはこうしてプロになった。いいね。はいはい。これみんな多分興味あるよ。中の人さん、ちょっと企画を説明してください。あ、はい、この絵は、まあ、高崎ひろゆきという選手がね、どんなサッカー人生というか、まあ、小さい頃から、まあ、プロになるまでどういう風な道をね歩んできたかっていうのをちょっと聞いていきたいなと思って、まあ、今回はこういう風にしました。それ需要あんの？多分ないね。一応やる感じなん。あ、まあまあまあ、とりあえずもしかしたら聞きたい人がいるかもしれないから。一応聞いてあげようかなぐらいの感じですよ。うん、こっちからすればね。やろうか、じゃあ。はい。じゃあ始めていきたいと思います。まずなんですけど、はい、高崎さん、サッカー始めたのいつですか？サッカー始めたのは、小学校2年生の時かな。6歳、7歳ぐらいか。小学校の時は、部活、なんかクラブチームですか？そう、小学校中行きサッカースポーツ、中行き 3S。普通の小学校でさ、うん、少年団でサッカーやってて。それコーチとかってあれですか？やっぱりその地域のお父さん方がやる感じですか？それともなんか指導者みたいに来てたんですか？学校の体育の先生でやったの。あ、へえ、そうなの。うん。でもね、うちの小学校めっちゃ強くてさ、小5の時に県で1位になったりとか、県西地区じゃ負け知らずの小学校だった。でも県で1位とかになったらあれですか？いわゆる全国大会みたいなものとかなかったんですか？全国大会は行ったことないけど、なんか俺はなんかその県の選抜とか、まあ、関東の選抜とかでも選ばれて、まあいいところでサッカーやってたよ。足速かったしね、小学校の時は。シュートバンバン決めてた感じかな。身長どのぐらいだったんですか？身長、小学校の時150ちょいぐらいじゃない。真ん中の方だったもん、多分。整列する時も。でもやっぱそういう、この関東選抜とか、なんかいろんな選抜とかでサッカーしていく過程の中で、なんかサッカー選手になりたいなとか、そんなことを考えてたんですか？ああ、全然もうサッカー選手なんて、もう好きでサッカーやってたからさ、だからサッカー選手になろうと思ってサッカー やってる時代じゃなかったのかもしれない。だからサッカー好きっていうのはもう、それこそ、上手くなりたいとか、そういう感じでずっとやってた。そんな感じですか？そうだね、点取りたいとか、試合勝ちたいとか、うん、そうだね。あ、でもあれですか、もともともう負けず嫌いな性格とか、そういう感じですか？どんな小学生だったんですか？いや、めっちゃ負けず嫌いだ。そうだね、落ち着きなかったね。でもそれはなんとなくわかるような気がしますよ、僕は。落ち着きないのはね。今はだいぶ落ち着いたけど。もう36歳だから。まだ35だよ、まだ。35か。落ち着いてなかったらやばいよ。そんなこんなで、じゃあ小学生はそういう感じでサッカーやって、中学生に上がります。うん、中学生も部活ですか？そう、いや、千代第一中学校。部活強かったですか？うん。俺らの時は、その中1の時が県で優勝して、うん、中2の時は県で準優勝で、最後の大会がベスト8ぐらいで負けたわ。ああ、だからなんかの大会で優勝してるけど、例えば全中とか全商みたいな全国大会に行ってたとかっていう話ではなかった？全国行ったことないよ。大学まで全国はないから。中学時代はどんな感じだったんですか？中学の時はまあサッカーやってないね。もう田舎のヤンキーだろ。してないし。ほら、ヤンキーだ。いや、ヤンキーではないけど、なんかまあいろいろあって、練習してなかったね。だから小学校時代にサッカーを楽しく一生懸命やってたことに比べたら、中学時代は、まあちょっといろんなことにも興味を持ち始めみたいな感じだったんですか？なんだろう、やることなかったけど、なんかだし、ただ練習もしてなかったし、何してたんだろうね。うん、試合も出てなかったから、グレてたかもしれない。ほら、出た、田舎のヤンキー。やべえ、いや、ヤンキーではない。記憶ないぐらい何もしてないって。すごいな。でもさ、多分もう中学時代とか覚えてる？いや、僕はね、もうバリバリ覚えてます、中学時代は。何してたの？あ、そっか。すいません。高崎さん、すいません。こいつの武勇伝が始まるんでやめときます。ああ、オッケー。そこはね、僕もネットで調べてもらえればね、いろいろ出てくると思いますよ。僕の名前をネットで調べてもらえれば。そうだ、忘れてました。相当なメンバーと一緒にサッカーやってたんで、僕は。いや、マジでいらんこと言ったんで、そんなこんなで中学生を過ごし、高校に行くわけですけども、高校は古賀三高。うん。サッカー強かったんですか？うん、なんかね、その兄ちゃんが行ってた高校の監督が、ちょうど、古賀三高に異動になって、でね、中学3年のね、最後の大会の時にね、なんかその中学校の最後の試合見に来てて、で、ふとね、俺ね、その監督になんか、古賀三高でサッカー やるかみたいなことを言われたのを俺は覚えてて、でも、その監督は全然覚えてなくて、で、俺その一言で、あ、じゃあ俺古賀三高でサッカーやってみようかなと思って、そっからまたサッカーに、熱入ったよね、うん、だからその一言はなかったら多分中学校でもサッカー終わってたか、そんな感じのぐらいの熱量だったからね、中学校の時はね。それを古賀さんで一緒にサッカーやろうぜっていう誘いがあったから。そうそう、だから高校にさ、願書提出するさ 前日に俺ずっと同じとこ指定してて、だけどそう、願書提出する前日にちょっと俺古賀三高に帰るわっつって両親に言って、そしたらまあな、お母さんはもう反対して、 なんで急に古賀三高行くんだって、お父さんはなんか俺に任せるわみたいな、兄ちゃんもなんかまあお前の人生だからまあ任せるよみたいな、だけどなんかお母さんだけもう反対して、いや俺サッカーしに行くわっつって、でもサッカーが強いわけでもないし、ただその監督だけで、でも結局、まあ、俺、もう古賀三高行くって決めたからっつって、願書提出の日に古賀三高提出したんだ。で、前日に変えた、高校。へー。じゃあ、それまでは別のところに行こうとしてて、まあ、その古賀三高の監督が、まあ、一緒にサッカーやろうぜっていうことで声かけてくれたから、そこで変えたっていうことですよね。そうだね。それで、急にコロッと変えて。その、もともと行こうとしてたとこでもサッカーやろうと思ってなかった、思ってたんですか？いやまあまあ高校でもサッカーはやろうかなと思ってたけど、まあ別にそんな熱もなかったし、でも古賀三高行くんだったらまあもう一回ちょっとサッカーやりたいなって気持ちであったから。でもそれを言った本人監督は覚えてないんですよね？覚えてない。で俺言われたんすよって言ったら、俺そんなこと言ったっけかと思って、でも俺はそう言われたから、いや決めたんすよみたいなこと言ったらなんか笑ってたけど、いや言ってない可能性あるのこれ。いい風に勘違いしたっていう感じだな。いや怪しい。でもその高校さ、進学校だからさ、サッカー推薦とかもあるわけでもないし、で電車もバスも走ってないから毎日チャリで。どんくらいですか距離は？片道20キロちょいあったね。片道20キロ。すごい。だから朝練するんだったら6時か6時半に出て、で思いっきしこいで7時か7時半ぐらい着くだろう。でそこから50分ぐらい朝練して、授業で体力温存して、でまた午後4時ぐらいから7時ぐらいまでまた練習するんだよ。で7時から9時前ぐらいまでシュート練習とかなんか自分で練習して、でそこから家帰るのが10時半11時、それ3年間だ。まさにじゃあ高校はもうサッカー漬けだったんですね。そう、マジでサッカーしかしてなかった。もう勉強もほぼテスト前ぐらいしかしてる。でも一番サッカーしたのは高校時代ですか？いや、大学だ。大学が一番サッカーして、でもどうだろう、今回でも本当高校の時はサッカーしかやってはもう、ほら試合行くのにもさ、まず20キロチャリこいでさ、試合会場行くじゃん。だからもうアップは完了してるわけよ。うん、だからどこ行くのにもまず20キロこぐじゃん。てかもうチャリンコでしか行けないんですか？そうそう、チャリンコしか方法ないから。バイクもダメだし、俺んち両親と共働きだったからさ。でもチャリしかないのよ。もう電車もねえ、バスもねえで、よし行くぞかと思いましたよ。ほんとほんとそんな感じよ。そこの観光大使やってるけど、八千代町の。素晴らしい。やっぱ恩返ししないとね、うん、地元には。そうだよ、お前。まあ、田舎は田舎でもね、田舎のいいとこっていっぱいあるから、うん、まあ無事故でね3年間通いましたからね、そこの恩返しをちゃんとしてくださいね、観光大使として。今コロナでほらなかなか来れないけど、コロナ終わったら八千代町みんな来てほしい。サッカーの話戻しますけども、高校時代の成績とかはどうだったんですか？いや全然よ、もうだから県で俺らの一個上の代が選手権で県のね準決勝で水戸短大附属に負けて、そう決勝鹿島スタジアムでやれるのにそこ行けなくてね、すげえ悔しかった思い出がある。茨城のサッカー少年たちにとっては聖地鹿島スタジアムですからね、やっぱりあそこは。そうだよ、決勝行けるから、決勝あそこでやるからさ。最近もう準決勝からやってますよ。あ、そう、はい。俺らの時準決勝はね、僕伝だった、僕伝。目の前の。うん。そこで負けてね、すっげえ悔しかった思い出あるわ。でもそれが最高かな、高校は。で、そこから、まさにこの大学サッカーの中でも強豪である駒澤大学に進学するっていう形になると思うんですけど、まあ、サッカー推薦で。そう、そのね、高校の監督と大学の監督が、まあ、顔見知りで、